どうもこんにちは。今回はですね、こちらのプランクグリルというものを購入してみました。100均のですね、キャンプ系グッズ、紹介されている方ってたくさんいらっしゃるんですけれども、これはね、結構スルーしている方が多いんじゃないかなと思います。まず最初にね、あんまり意味がわからないっていうのが、あるのかなと思うんですが、早速ね、こちらを使っていきたいなと思います。こちらの使用方法なんですが、まず最初に水に浸します。白ワインやブランデーなどで浸して風味付けするのもおすすめですとあります。今回はですね、こちらも購入してみました。バーベキューアルミプレートということで、ここにね、ちょうどすっぽり入るのかなという感じです。ここにね、とりあえず漬け込んでいきたいなと思います。
はい、見た目的にねソーセージは大丈夫そうなんですが、ピザ、あ、ピザもいけるか、ピザもいけそう。あちちち、ピザですがこんな感じに焼けてます。わかるかな、焦げてはないですね。ちょっとじゃあいただいてみます。うん、あ、美味しい。ちょっとピザ食べてみる。うん、熱いけど気をつけて。これ冷ませとく。はい、じゃあソーセージもねちょっと食べてみます。うん、あ、うまい、うまいね、美味しいよね。